待たせたな。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ちのです。ということですね、今回はですね、今までちょっと一人でやってきた COD 実況なんですが、ある人をお呼びして今回はやっていきたいと思います。この方です、どうぞ。皆さん待たせたな。どうも、しろくんでございます。ちのさんとは FPS で一緒にね遊ばせてもらってる中でございます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行きましょう。何がいいですかね。自分が決めちゃって大丈夫ですか。大丈夫ですよ。あ、じゃあそしたらまずは本当に久々なんでチームデスマッチを。チームデスマッチ、ありがとうございます。はい、行きましょう。まあ僕天才なんで。おお、言いましたよ。だいぶどんどん言っていく感じですね。僕天才なんで。おお、はい。敵を探し、全然余裕かなっつって。あ、じゃあその知能さん、その天才知能さんに合わせて私もウィービルでいきます。お、マジですか。もう、はい、僕はもうウィービル推しっすよ。お、わかりました。じゃあウィービル同盟作りましょうじゃん。おー、じゃあウィービル同盟で。はい。なんか知能さんのキャラクターのケツだけ赤いんすね。なんか他のところなんか白いのに。俺ちょっと、あれなんで、猿っぽいとかあるんで。猿っぽいとかあるんで、やっぱ。お猿さんですか。そうなん、ちょっとやっぱケツちょっと若いかなみたいな。はい、よいしょ。ここでアンキルしていく。はい、ずしていく。あった、一人いる。おっと、こいつ下手やぞ。お、あ、なれば1。あ、初期位置に敵がもう回ってます。なんやで、初期位置に。待って、おっと待って、あ、カラフル。え、カラフル。例のやつにやれ。例のやつが、あれ、どこ行った。カラフルボーイが、ま、カラフルボーイが、うん、カラフルボーイが、あれ、どっか消えたぞ。味方がやってくれば。あ、そうです。カラフルボーイはあのショットガンですな、例の。あ、なるほど。例のあのショットガンですよ。からねばならぬ。から、ん、から、ん、からめろ、ん、違う、からめろならぬってどこですか。からめろならぬってなんすか。いやいや、違います。からねばならぬ。あ、からねばならぬ。からねばならぬ。からねばならぬ。巻き舌がすごすぎても何が。なるるるとか言ってなるるるって、あの巻き舌が後の言葉にかぶさってくるね、なんかもう。結構あれなんですよね、滑舌があんまりあのいい方じゃないんで。あ、そうなんですか。僕も滑舌が悪いというか、単純に早口みたいな。あ、いいです。あ、早口ですか。早口ですね。おお、でもそんな印象ないですけど。本当ですか。多分、はい、もう俺本気出したら多分何も聞き取れないですよ。本気出して喋る早口。もうやばいですよ。そんな早口言葉が得意なんですか。じゃあ早口言葉が得意とかじゃなくて、なんていうんですか、早すぎて何言ってるか分かんないみたいな。そういう違いがある。なんか早口言葉って早いけど聞き取れるじゃないですか。ああ、まあそうですね。僕の場合は早くて聞き取れないんで。何言ってるか分かんないってことですか。そう今なんてみたいな。いや、だから、あるっすって言って。それ、早すぎる。あるっすって、それ、なんか日本語じゃないじゃないですか。あるっすって、もう今、あの、ワード2行分の言葉がもう含まれてるんで。すごい早いっすね。まあ、そんな感じで。よいしょ。オッケー。おっと、待て。二人、ターフリー。あ、あ、いた？まだ。いけた。あ、できる。ナイス。ああ、いいセンスだ。ああ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 。それは、それはもう、にゃんちゅうですよ。大佐じゃなくて。確実にニャンチュー今。おっと、待てー。おっと、左にいるな。おっと、ちょっと今、ニャンチューの下りで、呼吸を忘れてたんで、今ちょっと軽く頭が、クラッとしてました、今。酸欠みたいな。それ結構わかりますよ。いや、ニャンチューの声。なんかね、声真似とかなんかこう、ふざけた時にこうね、なっちゃう。あ、ダイス、待ってよ、お前、ショットガンでさ。お、あ、失礼した。そうやってさ、すぐ、あれ、いない。頭打ち抜く人の、うん、どうかと思う、最近バイオハザードのやりすぎみたいな感じですよ。ゾンビじゃねえんだぞ。ほんまに。
ゾンビって言えば、あれですね、コールオブデューティーの、はいはい、恒例のモードだったインフェクティッドって、あれ、残っちゃったんですね、ビューそうなんですよ、俺、思った。めっちゃ楽しみだったのに。鬼ごっこみたいな、かっこいい。何だりモダンオフィア3でしからでしたっけ、あれって。そうですね、あれはモダンオフィア3からの新メニュー、新モード。新メニュー、レストラン的な、なんか。新メニュー、新モード。秋の新メニューみたいな感じ。インフェクティッド、今年の夏、あなた。インフェクティッド、ゾンビを添えてみたいな。すごいっすね、そんな感じの。新メニューですね。新メニューですよね。あれ、俺もね、楽しみだったんですけどね。なくなっちゃいましたね、確かに。ですね、なんか、むしろアップリンクの方が、アドバンスウェアからのアップリンクが目立ってきました。なんか、ビオはそっちちゃうしみたいな、多分。ああ、インフェちゃうし。なんかインフェちゃうしっつって。アップリンクっしょ、今時みたいな。スピード感出るっしょ、みたいな。やっぱ今時スピード感っしょ、みたいな。いや、まあ、確かに、そうですね。速さを生かすならアップリンクが。まあ、確かに。いいかもしれない。まあ、アップリンクはアップリンクで面白いですけどね。この前プライベートでやった時すごいことになってましたけどね、はい、アップリンク。あれは、もう、相手の目をいかにこうくぐって、うん、こう、ゴールに、タッチダウンできるかと。確実に五郎丸みたいなのがいっぱい。まあ、五郎丸、どんだけ五郎丸になりきるか。どんだけあのポーズ完璧にできるかみたいな。そう、ジェスチャーで五郎丸っていう。五郎丸モードじゃん。五郎丸モードが追加されるんで。アップデートで。アップデートで、今度の。だいぶ適当なこと言ってます。五郎丸っていうのが追加されるんで。あ、なるほど。それを、まあ、どんだけ忠実にできるかっていう。まあやっぱ、ね、そうですか。はい、やっぱそこっすよね。いやじゃあ、おなに、ちょっと拾って。おと、UAV が接近中。お、UAV が。UAV の。敵ですかね。多分敵。待て。よいしょ、ショットガンを制すの俺だ。ショットガン熱い。ショットガンが熱いよ。よし。一番切る。一応せ、テンペス一応せ。わあ、三人ぐらい出てきた。どうだろう。全力で臨め。相手もリスチン戻ってます。お、リスチン元の。戻り。押し込んでます、我々。私に任せなさい。キルスして差し上げましょう。誰だ一体誰なんだ、今の。プリンセスチノッティですよ。私もキルスして差し上げます。モード変化みたいな。なんか強くなるとかモード変わるとあると思うんですけど、なんか強くなったっていうか、なんか脇役っぽくなった感じがするんですけど、まあ、僕の中にキャラクターがいくつかあるんで、やっぱそのうちの一人をちょっとこうちょっと引き出してきたみたいな。ああ、うん、なるほど。私が相手を差し上げましょうっつって、プリンセスって言われにはだいぶなんか和風な、なんかあれ和風で出てましたなんかバカ将軍みたいなのが言っていいっすか。武力で負けバカ将軍で死んでいった。申し訳ない。あららら。おバカ将軍で。バカ将軍が反応で。お白服後ろ取られた。ああ、白服が白い銃を持って。またこいつか。またさっきと同じじゃねえかよ。また、もう10円ガム全部色合わせたみたいな。口の中で。10円ガム。噛んで100円分ぐらい買ってやったしみたいな、なんか小学生の口の中みたいなの来たのさ。小学生全員10円ガムだらけ食ってるわけじゃないですか。口の中レインボー。